ほおばる、がんばる、北海道米、ラブ。皆さんこんにちは、ミス北海道米の織目ほのかです。まだまだ暑い日が続いていますが、そろそろ秋の行楽シーズンですよね。今日は料理研究家の坂下美希先生に栄養バランス抜群のお弁当レシピを紹介してもらいます。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はご飯が主役のお弁当レシピを皆さんにご紹介します。そして今日動画を撮影してくれているのは、はい、はい、ミス北海道米小渕美里です。ミス北海道米高岡由衣です。今日は初めての動画撮影に挑戦させていただきます。頑張って撮影しますのでよろしくお願いします。それでは今日のテーマである栄養バランスの良いお弁当ですが、先生どのような点に気をつければいいか教えていただけますか？はい、私たちの体は毎日の食事から作られています。でも一つの食べ物から体に必要な栄養素を全て取ることは難しいので、いろいろな食品を組み合わせて食べることでバランスをとっています。エネルギーとなる栄養素はタンパク質、脂質、炭水化物の3つがありますが、1日に必要なエネルギーの約半分をご飯などの炭水化物から取るのが望ましいとされています。主食が3、メインとなるお魚やお肉の主菜が1、野菜やキノコ、海藻などを使った副菜が2、この割合がベストなバランスです。これが一目でわかるのが3-1-2弁当法です。この割合でお弁当を詰めていくと、難しい栄養計算をしなくても自然と栄養バランスが整うんです。ご飯などに含まれる炭水化物はタンパク質や脂質に比べてもエネルギーになりやすい栄養素なので、主食をしっかりとることで脂質の摂りすぎも防ぐことができます。合わせて副菜も意識してとることが大切ですね。それでは栄養バランスを考えた行楽弁当を紹介します。今日ご紹介するのは炊き込みご飯と肉巻きおにぎり、そしてお魚がメインのおかずが入った彩りのいい行楽弁当です。では早速炊き込みご飯から作っていきたいと思います。はい、お願いします。それでは枝豆とコーンの電子レンジで作る炊き込みご飯を作っていきます。まずお米は今日は1合使います。これは1時間ほどお水につけておいたものをザルにあげて、耐熱のボウルの中にこのように入れていきます。そこにお塩を少しと、お酒を大さじ1杯ほど、お水を1カップこのように入れまして、ここにラップをふわっとかけていきます。ボウルが少し大きいような感じがするんですが、吹きこぼれないようにこのくらいのボウルを用意してください。こちらの600ワットに合わせた電子レンジの中で5分間加熱をしていきます。その間に次のお料理に入りたいと思います。次は今日はボリュームのある肉巻きおにぎりを作っていきます。油揚げの方は油抜きをしたものを半分にこのように切って中をこう開いておきます。油揚げの準備ができましたら、今日は大葉を使います。大葉は洗って軸のところをこう切っておきます。でご飯なんですけれども、お弁当にするときには傷まないようにお酢を少し入れて炊いたり、今日はこの中に梅干しの果肉を中に叩いて混ぜていきます。こちらの油揚げの中に大葉をこのように中に引っ込むように入れまして、ここにご飯を詰めていきます。電子レンジの方が5分終わりましたので、一度中を見てみたいと思います。だいたい水分がほとんどなくなったところですけれども、ここで枝豆とコーンを中に入れます。全体を一度軽く混ぜて、もう一度ラップをふわっとかけて、また5分間加熱します。油揚げの中にご飯が全部入りましたので、ここでお肉を巻いていきます。このようにくるくると
お肉が巻き終わりました。そこで今電子レンジがちょうど2回目の5分の加熱が終わりましたので、中から取り出したいと思います。一度ラップを外して全体を均一に混ぜていきます。もう一度ラップを今度はピタッとかけていただいて、このまま10分ほど蒸らします。では蒸らしている間にこちらの肉巻きおにぎりの方の仕上げをしていきたいと思います。こちらの肉巻きをまずフライパンで焼いていきます。巻き終わりのところを最初に焼くように、お肉の最後がどこかなっていうのをちょっと確認して、フライパンを熱くして、今日はお肉の油がありますので油は引かずにお肉の油を利用して表面を焼いていきます。巻き終わりのところが焼けたら上下を返して全体に焦げ目をつけていきます。油揚げもちゃんと油抜きをしているのでしっかりと味が染み込みやすくて、食べた時にもあっさりと、そして味が染み込んで美味しくいただけると思います。全体がだいたい焦げ目がつきましたので、ここで調味料を全部入れていきます。煮汁が煮詰まって油揚げの方に味が染み込んだら完成になります。あとは白ごまを振って出来上がりになります。それでは3品目をご紹介します。鮭のクリスピー味噌マヨ炒めを作ります。まずピーマンは今日は青いのと赤、黄色3種類用意しました。このように乱切りにしていきます。このように先の方から切ると最後に種が残るので、種を最初から取らなくても切ることができます。鮭は中骨と腹骨を取っておいて、これを一口大にこのようにそぎ切りにしていきます。少し包丁を斜めに入れていただくと熱の入り方が早くていいと思います。こちらに軽く塩コショウを振っていきます。塩コショウした鮭をポリ袋の中に全部このように入れていきますね。ここに片栗粉を袋の中に入れて全体にこのようにつけて用意をしておきます。あとは鮭とピーマンをフライパンで炒めていきます。鮭を皮の方から焼いていきます。ポリ袋を使うと洗い物も少なくて、とても簡単にお弁当の準備ができると思いますよ。空いているところにピーマンも加えて全体を炒め合わせます。ピーマンに大体熱が通ったら、ここで合わせる調味料を用意しておきます。こちらのボウルにマヨネーズとお味噌ですね、お味噌、お好みのお味噌を合わせていただいて、ここでまんべんなく混ぜておきます。ここに先ほど炒めた鮭とピーマンを全体にこの味噌とマヨネーズを合わせたら、ここにコーンフレークを、甘みのついてないものを使います。少し砕いて入れていただいてもいいですし、混ぜている時にちょっと砕けますので、このまま今日は入れていきます。香ばしい香りがついて、冷めてもお弁当のおかずとしてとっても美味しく召し上がっていただけると思います。先ほどの蒸らしたご飯、ちょうど10分経ちましたので中を覗いてみたいと思います。しっかりと加熱が終わった後に蒸らしましたので、もうご飯がふっくらと炊けています。お弁当に入れる時には小さな一口大のおにぎりにしてお弁当箱に入れてあげると、小さなお子さんでも食べやすいと思います。今日はこちらの鮭のクリスピー味噌マヨ炒め、枝豆とコーンの炊き込みご飯、梅しそ豚肉巻きおにぎりが出来上がりました。わー、美味しそうですね。色もカラフルで見た目から楽しめるお弁当ですね。はい、今日のレシピを参考にご家族みんなでお弁当作りも楽しそうですね。ピクニックの準備からみんなで楽しめるのってすごくワクワクしますよね。そうですね、ぜひご家族でお弁当作りにチャレンジしてみてください。今日のお弁当紹介はいかがだったでしょうか。初めての動画撮影で見づらい点も多かったと思いますが、最後まで見ていただきありがとうございます。この動画を気に入っていただけたら、フォローといいねをよろしくお願いします。
それではまたお会いしましょう。